村田義治は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。筑前国福岡藩士。黒田二十四期の一人。通称は、平助、では守る。永禄八年、井口智治衛門の四、男として誕生。三人の兄はいずれも、黒田義高の家臣となり、若年のうちに戦死している。天正五年より同様に義高に仕え、同年に義高の子。 長寿丸が人質として、橋場秀吉に預けられた際、付き人として、長浜城に同行した。天正八年元服して平助と名乗り、映画白攻めで売り人。天正十二年の岸和田合戦の際には、敵に忍び寄って、相手を殺害し、相手の武具、刀、槍、馬を奪って戻ったという。天正十六年、武全国で二百五十国を配慮。文読。 慶長の役では足軽王とを務めた。慶長5年、吉高が鍋島直茂の陣営を訪れた際に同行。この際、直茂が家臣の村田沖を今まで一度も傷を負ったことがない武士と紹介した。それに対して吉高は吉次の兄三人が内死にしたことに触れ、幸運な村田沖にあやかって、吉次に村田の姓をいただけるように願い、当人から許されたため、 これ以後、村田の姓を名乗ることとなる。慶長6年、黒田氏の筑前入国後に、安軍に戦国を配慮し、桐山の武勇の組下に置かれる。慶長9年の吉高の没後、では守るを称し、大組頭となった。元那6年の大阪城再建工事では石垣を担当したが、その石材を運搬する際に、吉田氏成の組と道で勝ち合い、居かいを起こしている。 元七年十月二十九日死去、去年五十七、放造院流僧術の免許改伝であった。また、粗暴な性格で気に食わないという理由で、自身の寮内の八十人余りの首を切ったり、家臣が暇をこうと、長野郎に閉じ込めたり、吉次を恐れて逃亡すればその一族の者の,の首を跳ねたり、罪人を生きたまま切り刻んだりしたという、ありがとうございます。